頑張れ、取りそうれ。絶対勝てると信じてるので、ぜひ頑張ってください。絶対優勝してください。どうもビーナーズ、ビーナーズ優勝しましょう。優勝応援します。頑張ってください。頑張れビーナーズ、頑張って勝ってください。応援します。ファイヤー、ファイヤー。Thank you.
Yeah!
いつもいつもありがとうございます。まあ、今年ヴィーナスはですね、大きい大会最後なんですけど、来年また全国が3月にですね、あります。それに向けてまた今よりも成長できるように頑張っていきますので、応援、まだまだお願いします。気をつけ、レイ。本当にいい経験をさせていただいてありがとうございました。入団おめでとう。おめでとう。めちゃくちゃ手が震えてる。 BK 入ってよかったです。もしかしたらまた来年来るかもしれないけど、また、はい、分かんないですけど、動けたら。動けて動けて今動いといて。サポーターもいいったらめちゃくちゃいいよ。また、はい、お願いします。サンキュー。ありがとうございました。はい、本当はちょっと怪我でやると思ってなかったんですけど、自分は。いや本当に自分はもうサポートお願いってレイレに言われてね、 OK って思ってたんですけど、気づいたら、はい、騙されてまたピッチに出てたんですけど、いつも通り。とにかく優勝できてよかったです。それだけです。ありがとうございました。サンキュー。じゃあ歌いこう。まあ、まずは人数少ない中よく頑張りました。よく頑張りました。本当はまあ一番若いし、長い時間ピッチに立ってこう人の分走るっていうのを目標にやってたんですけど、1日目からちょっと足つっちゃって、まあベンチに帰ってすごい悔しい思いして、まあとりあえずうまくいかなくても走るっていうのを徹底してやって、チームのために走れてすごい良かったと思います。まあ、チームとしてもいい締めくくりができたんじゃないかなってすごい思うので、良かったと思いました。ありがとうございました。終わりました。じゃあキャプテン行こう。キャプテン。はい、まあ、まず男子とサポートしてくれた皆さんありがとうございました。やっぱいるいないじゃだいぶ自分らのモチベーションも変わったと思います。やっぱそういった中で応援してくれたのはすごい良かったなって思いました。自分ら的にも最後まで頑張った皆さん
OK、OK、頑張りましょう。新しいねぎらい方、人のねぎらい方が新しい。はい、で、あとキーパーやった自分、よくやった。よくやったよ、よくやった自分。キリオさんとかユウさんも言ってたけど、終わりよければ全てほしい。優勝できてよかったです。モチベーション高くまた全国に臨めたらいいと思うので、まあ切れることなくまた来年みんなで頑張っていきたいと思うので、皆さんまた一緒に頑張りましょう。以上です、ありがとうございます。じゃあポッツいきましょう。はい、勝ったぞー、よっしゃー、めっちゃ嬉しいです。ほんと、もうここにいる皆さんありがとうございます。ほんと選手っていうか自分たちももちろん頑張ったんですけど、ほんと男子のサポーターあって、ファンサポーターがいて、でいろんなこの環境があったからこそ自分たちも戦えて優勝っていう結果が出たのは、いろんな人がいてこそだと思うんで、ほんと感謝しかないです。でも試合中もずっともありがとうって言葉がずっと頭にあって、それが多分力になったのかなって思うんで、何はともあれ勝ったことが一番嬉しいです。来年は本当に全国大会でてっぺんを取りに行きたいと思うんで、皆さん引き続き今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さんこの2日間サポートとありがとうございました。で、はい、なんか今大会で女子が成長したなっていうのを1試合ごとに感じました。やっぱもうプレーピッチに立ったらもううちらむちゃくちゃやし、本当なんか私の使われ方、ひりおさん絶妙でした。知らない。絶妙でした。いや、戦術、ひりおさんが言った戦術を相当ねみんな徹底できたんよ試合中に。で、なんかもうほんと一人一人のポジショニングと出るタイミング、コーチングのタイミングっていうのが試合重ねるごとにクオリティが上がっていて、私ノンストレスでめちゃくちゃ楽しくなって気持ちよくなってきたの、本当に。笑いようけど。いやでもなんかなんかほんとこの1年間ね、もう苦しすぎてもうぶつくさぶつくさ文句言いながらやってきたけど、なんかもうほんとこれは秀夫さんもう終わりよければ全てよしっていうので締めくくりたいと思います。でもほんとにこの2日間で私もやっぱりもうボール蹴るのも好きやし、戦うのもめっちゃ好きやなって再確認されました。ほんとに皆さん、はい、ありがとうございました。じゃあせっかくなんでちょっとこっちからもインタビューね、もらいましょう。せっかくねぎらいの言葉を、まあニャーしよう、ニャー、まずはじゃあ女子にお願いします。いやもう本当にね、悔し涙が多かったけね、全国行ってもね、よかった。いや本当に試合終わってからこう隠れて泣いたりとかもしよったし、すごい悔しかったけど今日嬉しかったね。みんなにわーっていくあれに入れる日が来るとは俺男子の時おらんやったけどね、俺キックの試合でセコンドに行っちゃったけ、今日あれに入れて本当にね、入ってきた、入ったよ俺、入ってました。終わったこれ、終わったっす、終わったっす。もうずっと周りの頭なでたっすよ。よし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 、もうマジかよかったね。それは本当に嬉しかったんで、このドロソールがやっぱ最後はやっぱ決めてくれたなと思って、ありがとうございました。本当に感謝してます。最後よかった、最高、ありがとうございます。嬉しいということでね、本当お疲れでしたよ。なんていうかな、このラストっていうのはね、やっぱ男子もいろんなこうまとわりつくものがやっぱあったね、こういう思いの部分でね。で、まあ女子いつか勝ってほしいなってずっと、もう男子よりもずっと負けてたからさ、まあ PK でね、あえて勝って、やっぱ一つのこう幕を下ろしてくれた感は感じたんよ。で、それと同時にめちゃくちゃ嬉しかったと同時に、まあ、ドルソーレの次のビジョンどうしていこうかなっていうのは正直すごくこう俺の中で内心ね、ぶっちゃけたらいろいろ思ったりとか、続けたら続けたら大変やし、それはね、まあ、もう何回も言うけどまたコーチの話になるけど、一旦ねこのメンバーでのこの1年をなんか本当気持ちよく終わらせてくれたっていうのはすごく感謝やったなと思うのと、
マラソンに1回勝つっていうので、なんか改めて俺もビーチサッカーに対して改めてなんかまたフラットになれたから、また明日からどんな俺は気持ちになっていくんだろうなって自分自身に、まあ、期待っていうか、どういうふうに俺は次社長としていろんなビーチサッカー界とみんなの向き合い方考えていくんかなっていうのがもうすぐもう背中にあるって俺は、感じました。で、まあ、最後にね、一つまあ言いたいのは、女子もいろいろあるね。まあ当然生きてればね、俺らも男子ね、今みんな仲いいとは思うけど、なんかこううまくいかんとかいろいろあると思う。でもやっぱ人間って 100% 一致って絶対ありえんから、なかなかこう女子も難しかった時期と思う。でもサッカーになったら一致するんよね。なんかそれってやっぱサッカーすげえなっていうのと、改めて思ったけど、Bサッカーするために集まったメンバーなんやろうなっていうのを改めて君たちが証明してくれた。だからこれがあってからのみんなない。うん。改めてね、女子はいろいろ俺も大変やったけど、いろんな間に入って大変なこともいっぱいあったけど、いやあもうさ、いつも8年間そうですから。はい。私のことでしょ。いやいや、そんなことないですよ。まあね、いろんなことがあっても8年間ずっとあり続けたから。でもやっぱこうやって結果を出してくれると、ビーチサッカーのチームだったんだなっていうのを証明してくれたから、いや本当にね、君たちに改めて拍手を送りたいと思います。サンキュー、ありがとう。ありがとうございます。ビーナス、ありがとう。すげえ、マジで勇気もらいました。ありがとう。とオーケー、じゃあビーナス、ありがとう。ストールソーレ。サンキュー。さあ、お疲れ様。サンキューマジで、はい、マジで、レイさん、最高、最高、最高、せーの、ゆうじゃらし最高、ビーチサッカー最高、ノルトーレ